い、皆さんどうもケイでございます。今回はね、お盆ということで夕方になんとか時間が取れたんでちょこっと釣りにしに来ました。で、ちょっと風が吹いてて湖面も見ての通りいい感じでこんな感じに波立ってるんで、まあ僕の性格上グリグリやりたいところなんですけど、そこはねグッと抑えて、ちょっと新しく買ったこのワームの威力を試していきたいなと思います。これはね D スタイルのシャットテールですね。こんな感じのすごい弱い力でも水流でもピロピロ動いてくれるよっていうやつをグッと巻き物やりたい気持ちを我慢してちょっとこれで探っていってみようかなと思います。まあ釣れると思うけどね、多分ね。でロッドはポイズングロリアスの前のバージョンですね。それの265、6フィート5インチの L にプラスちょっと強いよっていうやつで、リールはバンキッシュの2500の S ですね。これを使って探っていきます。とりあえず、まあ、ズルビティ的な感じで動かしては止めて動かしては止めてでやっていきます。でライン5ポンドで、ちょっと石とかウィードが濃いんでライン5ポンドでフロロの5でいってるんですけど、軽い割に十分飛距離は出てくれますね。こういう風なウィードが目の前に密集してるんで、ちょっとただ巻きで表層付近探っていきます。いいねこれ、いい感じです。水面をピロピロと、ワームも小さいし動きもものすごいナチュラルなんで、状況としてはね、もうちょっと風が少ない状況。奥田、奥田、よし。よっしゃ。お、いいねいいね。5ポンドあるからね、そこそこのサイズまでやったら普通にもがっつり抜いてこれるっていう。めちゃくちゃ引くな。ほいほい。おお、すごいすごいすごい。これイバスやな、普通に。ほら、すっごいグッドコンディション。グリーンの超イバスやね。おっしゃ、いいね。いい仕事するねこのシャットテールでね。これ今使ってて思いついたわ、これ P スピニングでやったらいいわ。カバー周りでやるときは、そしたらゴリゴリで使える。ちょっとリーダーが太いから動きがどうなるかはわからないですけど、これ P スピンでやったらね、めちゃめちゃ使えるやん。いいやんこれ。おお出た、おお出た、すごいぜ、楽しいな。あれこれ食ってた、モソっていう感じだったね。多分ウィードに入って、そのウィードに入ってる時に食ったね。おっしゃ、いいねいいね、やってくれるぜ。あ、ちょっとウィード入ってんな。うい、おいおい、おおほほほい、バンキッシュでスーパーナイスバス、やったぜ。言ってたらまた来たよ。よいしょ。よし、プリンプリンのグリーンな綺麗なバスやね。